こんにちは、翔太です。今回なんですけど、仮想の集いで来ているキャラたちの性能比較をやっていこうかなと思っています。で、まあスキル1、スキル2、パッシブスキルを見て、まあ全体的にどんな感じかっていうのを話していけたらなと思います。で、今来ている、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、キャラとして脅威、帝王、リテン、ソウジン、ホレンシノは5名が来ていると。で、それぞれダメージと、まあ人数攻撃と回数攻撃、まあどのぐらいの範囲なのかっていうのと、まあその攻撃の優先度ですね、 HP が高い順なのかとか、攻撃力が高い順なのかとかを書いています。で、その次に追加効果ですね。この追加効果と、で強み弱みと、まあ、このスキル1の中でのランキングですねを書いております。で、まあ、縦に見ていった方がいいですかね。まず脅威からいこうかと思います。脅威に関しては、物理の 150% の防御無視攻撃が4名に行きます。で、これが HP パーセンテージ高い順ですね。で、さらに追加効果として 100% 虚弱で2ターンですね。で、ね、攻撃力マイナス 50% の虚弱がつきます。なんで、まあ強みとしてはですね、やっぱ防御無視ってなんやかんや強いんですよね。あの闘技場の上位の方とかでも、まあ、やっぱり脅威入ってることって結構多いような印象があって、かなり上位の方でも使っているのが、まあ脅威になるのかなと思います。この5名の中で闘技場で一番見るのは脅威かなと思いますね、私としては。ただまあ弱みとしてはですね、もう戦役ですね。戦役っていうのがもう全くできない、この子戦役では全く役に立たないんで、まあ、そこが結構ネックになってきます。あの闘技場専門になるんで、あのまんべんなく使いたいっていう方にはおすすめできないですね。ちょっとまだスキル1でそこまで言うのはどうかと思うんですけど。で、続いて帝王なんですけど、帝王は物理 1000%、まあ、なかなか高いんじゃないかなと思わせてくれるような感じになってます。で、まあ、ただ2名の攻撃で、まあ、攻撃力が高い順に攻撃していくと。で、追加効果としては、攻撃前に敏捷が敵より高いと 100% 撃砕をすることができます。で、この撃砕の能力が2ターンで、物理と砲術防御マイナス 80%、まあ、なので、まあ、強みとしては、敏捷さえ勝てば相手の主力ですね、攻撃力が高い順になるんで、相手の主力に撃砕していけるっていうのが、まあ、ここが強みになるのかなと思います。まあ、ただ全体撃砕できるキャラとかもいる中で、2名にしか撃砕できないっていうのは、ちょっとこのキャラの弱みになるのかなと思ってます。で、続いてリテンですね。このリテンなんですけど、物理1200から2400パーで HP パーセンテージが低いほど高ダメージ、お、なんかダメージ高いぞと思うんですけど、人数が1名、まあ、単体攻撃なんですよね。1名1回攻撃っていうのがめちゃめちゃネックかなと思っていて、で、まあ優先度としては HP パーセンテージが低いキャラになっています。まあ、なんでこのダメージの出しやすさっていうのは確保していけてるのかなと思いますね。で、追加効果結構モリモリなんですけど、攻撃前にバフの全解除はできます。で、 100% 流血3ターンも、付与することができます。まずこの時点で、まあ単体攻撃じゃなければかなり優秀ですよね。で、敵の残り HP が 50% 未満の時にクリティカル、プラス 40% で敵を撃殺すると奮起にも入ることができる。で、これが3ターンで攻撃力プラス 70%、防御力プラス 150% ですね。まあ、奮起の中では結構高いですよね。なんで、まあ、奮起入ってから攻撃できたらよかったんですけど、まあ、ちょっとそれは、あの、撃殺した時のおまけで奮起に入れるということで、まあ、そこは残念です。強みとしては、撃殺の性能っていうのはかなり高いとは思います。あの、単体攻撃とはいえ、まあ、クリティカルも出していきやすいんで、まあ、実質ですね、まあ、4000%、5000% 近いダメージっていうのは出していけるのかなと思うんで、撃殺性能は高めなのかなとは思います。ただまあ単体攻撃なんで、このキャラ以外でも高火力キャラというか、モガミとかの方が絶対いいんで、まあそうですね、まあ、このキャラを使うメリットっていうのはあんまりないかなと思いますね。1名単発攻撃。だいぶね、これだいぶ弱みですよね。で、続いてソウジンですね。で、ソウジンは物理 720% で6名攻撃で、まあこのキャラ火力出していく解除キャラじゃなくてですね、まあこの雷害ですね、追加効果で雷害があるんですけど、4ターン
の雷害がつきます。で防御力がプラス 120% と非ダメージ時 80% の確率でまあ一旦めまいにすることができる、まあここが強みになってますかね。強みとしてはまあこの雷害に入れるっていうところですね。で弱みとしてはこの雷害別に特殊状態じゃなくてただのバフになるんで、バフ解除されるとまあ残念な感じになってしまいます。で続いてホレンシですね。ホレンシこの中で唯一の防止になるんですけど、砲術攻撃の 480% ダメージで、それが5回ですね。このキャラだけ回数攻撃になっています。で追加効果は結構優秀で 90% の確率で封印、2ターンですね。で攻撃前に敵が封印なら 100% 撃砕にすることができる。でこれも2ターンで物理防御、砲術防御マイナス 80% といった感じになっています。まあ、なので封印キャラと組ませることができれば撃砕を狙っていくこともできますし、まあ、このキャラ自身で封印と撃砕どちらも付与できる可能性があるっていうところで、サポートキャラとしてはかなり優秀かなと思います。まあ、無難にですね封印撃砕をばらまいていける。ただ、弱みとして挑発にはかなり弱いですね。こういった連撃系の攻撃って挑発にあの優先度がないと、優先度あったらランダムじゃないと思うんですけど、優先度がないとですね挑発に吸い込まれていく傾向があるんで、その挑発キャラに封印と撃砕が乗ってしまう、ちょっとばらまきたいのに1キャラに固まってしまうってことが、よくあります。でまあ、スキル1の性能としては脅威が一番良くて、ホレンシがその次ですかね。で帝砲が3番目、宗神4番目、利天5番目かなとちょっと思ってはおります。まあ、ちょっとここの5人だけでランキングつけるとちょっとかなり難しいんで、まあ、脅威1位ホレンシ2位はそうなのかなと思ってるんですけど、ちょっとそれ以降はあのどこいどこいなのかなと思ってます。で続いてスキル2ですね。スキル2をまたちょっと脅威から見ていこうかなと思うんですけど、脅威は物理 640% の6名攻撃で、結構これが追加効果優秀なんですけど、敵がデバフですねの時 100% 凍結、まあ、凍結って一旦相手の動き止めれるんですけど、あのまあそれが全体にあのデバフ何らかのやつがついてたらできるんで、これが例えば敵が虚弱とかいう条件だったら使いにくかったんですけど、敵デバフであれば何でもいいんで他のデバフキャラと組み合わせることで、まあ、全体凍結っていうのを狙っていくことができます。で攻撃後総ダメージの 20% 分自身の回復があるんで、まあちょっと反射には弱い部分はあるんですけど、回復もしていけると。強みとしては全体凍結で、弱みがですね、後でパッシブで言うんですけど、火力はかなりこのキャラ出しにくくて、防御無視キャラですね、あくまで。普通の火力っていうのはかなり低いんで、そんなに回復はしていけないかなと思います。で、続いて、帝砲ですね。で、このキャラは物理の 680%。で、人数6名。で、攻撃前に、これも敵がデバフだったらですね、これも撃砕だったらどうしようかと思ったんですけど、敵がデバフだったらダメージ倍なんで 1360% ですね。で 100% 流血にすることができて、2ターンの間、敵を 100% 流血にすることができます。なんでまあ帝砲の魅力としては、まあ、全体流血をすることができるっていうところと、まあ、火力が無難に出していきやすいのかなと思いますね。なんやかんやでまあ、かもなく不可もないスキル2だとは個人的に思います。流血ばらまけるだけでも結構優秀なんで、まあ当てる必要はあるんですけど。で、続いて利天ですね。まあ利天はちょっと書いてることほとんど一緒なんですけど、あの、スキル1の、あの、HP が高いほど、高ダメージに変わっただけだと思ってもらって大丈夫です。で、追加効果としては一緒ですね。ここも攻撃前にバフを全部解除できる。で、100%。めまいにすることができます。一旦ですね。で、敵の HP が 50% より高いと、クリティカル率が 40% 上がります。で、敵を撃殺すると、HP 60%。これダメージじゃなくて、自身の HP 60% 分回復することができると。で、ちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、この 100% めまいっていうのは攻撃後で、こちらの 100% 流血も攻撃後の話になるんで、ちょっと次回からこの辺の文言を修正しようかなと思います。でまあ利天の強みとしてはまあ一緒ですね。スキルと撃殺性能は高め、クリティカルでも、ね、まあ大体2倍ぐらい火力出していけると。
で、まあ、やっぱ1名単発っていうのがかなりネックで、スキル1もスキル2も1名単発なんで、まあ、正直ですね、そこまで使いやすいキャラでは全くないのかなと思ってます。で、続いて総人です。総人は物理 720% の6名攻撃で、敵がめまいだったらダメージ倍なんですけど、まあ、このキャラスキル1でめまいをばらまくわけじゃなくて、スキル1で雷害を張った総人を攻撃したキャラが、麻痺じゃないわ、めまいか、めまいになるかもしれませんっていう話で、それに頼ってめまいの時ダメージ倍なんで、まあ、そんなに成功しないと思いますね、正直。他のめまいキャラと組む必要があると思います。これを積極的にこのダメージ倍を狙っていくのであれば、まあ、攻撃後ですね、100% 虚弱にすることができます。それがまあ2ターンの間攻撃力マイナス 50% と。まあ、ただスキル2の虚弱ってちょっと遅いなと個人的には思っていて、スキル1で虚弱できると敵のスキル1スキル2どちらも虚弱で攻撃力下げていけるんですけど、スキル2で虚弱にしちゃうとどうしてもスキル1を受けてしまうんで、まあ、ちょっとそこはネックかなとは思うものの、まあ、全体虚弱って結構貴重なんで、まあ、そこは強みにさせていただきました。で、弱みとして、まあ、このキャラ単体だとめまいはかなり狙いにくいのかなと思ってるんで、まあ、他のめまいキャラと組む必要があるかなと思います。で、ホレンシは攻撃じゃなくてですね、回復キャラになっています。攻撃力の 180% を回復で、この回復クリティカルあるやつです。で、味方2名ですね、 HP パーセンテージが低い味方2名に、180% の回復があります。で、これも結構良くてですね、デバフを1つですね、まあ、全てだと最高だったんですけど、まあ、1つ解除することができると。で、さらに不可視っていうバフを付与することができて、この不可視あんまり聞き慣れないかもしれないんですけど、まあ、2ターンの間ですね、範囲攻撃のみのダメージになります。例えばリテンとか単体攻撃だと思うんですけど、こういったキャラの攻撃はそもそも受けなくなります。対象から外れてしまって、不可視のキャラしか残ってないとそもそも不発になるはずですね、まあ、こういった単体攻撃って。で、さらに、まあ、援護ではないんですけど、被ダメージもマイナス 70% にすることができるっていうところで、かなり不可視まで持っていけたらホレンシめちゃめちゃ優秀なんですよね。かなり優秀なバフを持ってると思います。まあ、ただですね、防止っていうところがあって、まあ、若干スキル2まで生き残りにくい、まあ、ここが、ね、めっちゃネックですね。スキル2まで生き残れば優秀なバフを置いていってくれるんで、そこがかなり魅力的なキャラかなと思います。まあ、スキル2の性能で言うと、ホレンシが1番で、脅威が2番、帝砲が3番、総人4番、リテン5番になってくるのかなと思ってます。で、パッシブですね、まあ、ちょっとパッシブざーっと書いたんですけど、まあ、赤いところが注目するところですね。まず脅威はこの復活ですよ。復活1回復活で HP 50% で復活できるんで、まあ、これはかなりなんやかんやで復活ってめちゃめちゃ強いんで、実質 HP 1.5 倍されてるようなもんなんで、もうかなり強力なパッシブです。まあ、ただですね、このキャラ攻撃力のパッシブはあるんですけど、筋力とか貫通とかそういったパッシブは一切ないんで、まあ、やっぱり火力には欠けるんですよね。で、まあ、防御無視要因なのかなとは思います。まあ、防御力パッシブあるんで、耐久面も結構優秀です。まあ、このキャラはもう火力系のパッシブないんで、まあ、ないならないで防御無視とかで使うだけなんで、まあ、結構いいんじゃないかなと思ってます。で、帝砲なんですけど、帝砲はこの命中ですね、命中レベルかける300っていうのがあるんで、まあ、多少なりともこの命中があるだけで戦役での使いやすさっていうのが出てくると思うんで、戦役ボス戦ですね、まあ、そういったところは評価していいのかなと思っています。で、まあ、しかも敏捷とか防御貫通とかもついていて、まあ、火力は結構高いんですよ。ただ見てわかるように火力に全振りしてるんで、まあ神耐久だと、まあ弓章全体的にそうですよね、まあ、神耐久になってしまってるっていうのが、まあ、短期どっかでは使えないかなというところです。で、利点になるんですけど、
物理回心 35% ですね。クリティカル率アップっていうのがあったと思うんで、まあそれは一応噛み合ってます。ただクリティカル率アップする、まあ 40% なんでアップしきれないところはあるんですけど、クリティカル率アップするのは会心値こんないらないと思うんですよね。会心値520もレベルかける520も上がるんですけど、さすがにこんなにいらないかなと思いますね。まあこれをするならもう筋力値パッシブくれよっていう感じな気がします、個人的には。まあ利点はそこまでいいところは個人的に性能としてはないかなと思いますね。で宗神なんですけど、宗神はここですね、ここ最強の反射キャラです。あの反射 90% もあります。これはかなり強すぎですよね。あの援護とかで反射 100% 以上っていうのはあると思うんですけど、あのこの反射ってパッシブの反射って解除されることがなくて、まあ、例えば HP1000 万あったら900万確実に相手にダメージを与えてくれるんですよね。まあ、やられる前提ですけど。なんであの援護パッシブのあのバフの反射とかだと、あのやっぱり剥がされると何の意味もなくなってしまうんで、そういう意味ではあの宗神 HP を育てるだけでもめちゃめちゃ活躍できます。これかなり珍しいキャラになるかなとは思いますね。あの弱みも考えてみたんですけど、まあ反射として見ると特に無駄があるようには見えなくて、まあ、耐久面も結構高めですし、あのもう反射としてならもう全然無駄がない。あの攻撃とか一切しなくても大丈夫だと思います。あの反射キャラとして居座っているだけで、相手からしたら結構めん、まあ反射キャラかつ雷害持ちなんで、それだけでかなり厄介な、相手からしたら厄介かなと思いますね。で保健師は、まあ、若干ちょっとパッシブは残念かなと思ってるんですけど、まあ注目するところはこの首相オーラですよね。あの HP20% のパッシブさんがあるんですけど、 HP20% やったら弱いなって感じなんですけど、これ首相の HP も 20% 上がるんで、まあ首相も多少はまあ活躍してくれる機会っていうのはあると思うんで、あの首相を地味に育つっていうのがいいところかなと思います。なんと首相も強くなります。まあ、ただ回避値のパッシブこんないらないですよね。まあ、回避値はちょっと残念ポイントかなと思います。まあ、この回避値ですね、まあ、弓章でもあんまりいらないのに、帽子の保連士にあっても別に当たっちゃうんで攻撃、しかもそれ2つもあるんですよねこれはかなり絶望的な感じかなと思います。知力パッシブとか、HP とか体力とかもっと振ってくれた方が嬉しかったですね、これだったら。まあちょっとここはかなり、特に知力あってくれたらめちゃめちゃ嬉しかったです。ここは残念ポイントですね。パッシブランキングで言うと、やっぱ復活がある脅威っていうのが1位かなと思っていて、でその次に反射ですね、まあ、圧倒的反射の宗神が2位で、保連士が、まあ、首相のオーラがあるちょっと特別枠なんで3位で、帝鳳利点の順番かなと思ってます。でまあ総評なんですけど、あのこの5名の中で戦役ボス闘技場城で使うなら、まあどんな順番かなと考えて、あのここに書いてみました。でまあこの5名であれば、まあ戦役だと帝鳳が1番で、2番目保連士、3番目利点、4番目宗神、5番目脅威となるのかなと思っていて、ボス戦だと、まあ、ボス戦だと、特に155まではボス1体なんで、まあ、案外利点活躍できるんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと156以上はダメですけど、まあ、利点1。で、撃砕とか付与できるんで、まあ、保連士と帝鳳その次に置いて、まあ、脅威と宗神は、まあ、4位とか5位とか書いてますけど、そこまで使えないかなと思いますね。まあ、虚弱で、一応脅威4位にはしてますけど、で闘技場で見ると、まあ、やっぱり脅威が一番強いかなと思いますね。でその次に宗神で、保連士3番、帝鳳4番、宗神、利点5番で、城に関して言うと、まあ、反射キャラが居座ってるだけで結構鬱陶しいと思うんで、まあ、宗神1位じゃないかなと思いますね。で防御無視 の範囲内であれば、城で無双できるんで脅威も2位
でまあホレにしても連撃でまあ敵の単体にもダメージ出していけるんで3位で、帝鳳が、まあ、スキル12名攻撃で利点が1名攻撃なんで、まあ、ちょっとこの辺は城で使いにくいかなと思います。なんでまあそれぞれの強みを言うと、脅威は基本的に闘技場専用ですね。で復活プラス防御無視っていうのが強力です。でまあちょっと火力が出しにくいのがまあネックになってくるかなと思います。でこれ点数なんですけど、上4つ足したらまあ12点になりました。で帝鳳なんですけど、まあ撃砕をですね相手の最大攻撃力2名にぶち込んでいけるんで、まあそういったことをしたい方はおすすめなのかなと思いますが、まあ、やっぱ耐久がないんでおすすめしにくいですね。あの8機とかだと敵6名にバフ解除なり撃砕できるんで、あの絶対そっちの方がおすすめできるんで、まあ、この中ではちょっと高めの順位になっちゃいましたけど、あのおすすめはしにくいのかなと思います。で利点はちょっとごめんなさいよ、今私の中ではそこもう全然使い道が見えてないんで、ちょっと再開とさせていただきました。で宗神は反射キャラですね、まあ、反射キャラの中ではかなり強い方だと思うんで、反射キャラが欲しい方はぜひ、まあ、取ってみてもいいのかなと思います。もう火力は期待しない方がいいですね、あの反射メインでお願いします。でホレンシが、まあ、今回の中では一番いいかなと思っていて、無難なサポートキャラなんですよね。あの封印もできる、撃砕もできる、でしかも封印2ターンなんでめちゃめちゃあのハマれば強いかなと思います。で不可視っていうのもまあそんなに付与できるキャラっていうのもいなくて、まあ不可視付与できるとめちゃめちゃ活躍できますよね。でまあこういったサポート面っていうのがめちゃめちゃ優秀かなと思います。まあ弱みとしては、まあ、あの剣心とかの挑発ですね、上杉剣心持ってる人多いんでハマりやすいと思うんですけど、挑発でスキル1があのその挑発キャラにのみ行ってしまうっていうのがネックかなと思います。まあ、ただ私は今回の中だとホレンシと脅威ですね、この2体を押させていただきますかね。まあちょっとホレンシ脅威でその次に宗神で、帝鳳と利点は正直そんなにあの取る必要はないかなと個人的には思いました。はい、これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも報酬の動画をどんどん上げていくんで、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。